こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はじゃじゃーん、ちょっとツイッターやインスタでチラッと言ったんですけど、ビセンから新しいアイライナーが出たと思うんですけど、そこでね、安室さんに使っているこの写真はこれを使ってますよっていうのが載ってたので、全部とはいかなかったんですけど、主要なものだけゲットしてきました。結構いろいろね、なんか買ってきたんですけど、なんか限定のものとか5月16日に発売されたみたいなんですけど、これも一緒に。とか、あとはこういうね、リキッドライナーですね。この辺とか、これも下地とか。今だけ限定と5月16日に多分これ発売したと思うので、これも買ってみました。あとは、アイシャドウとか、リップとか、このアイブロウ。多分これは前からあるものたちなんと思うんですけど、ちょっとね、これを使ってメイクしていけたらなと思います。モノマネメイクとかでは全然ないのではい、ではお願いします。今日つけてるカラコンはこちら、エンジェルカラーのバンビシリーズのヴィンテージオリーブです。こちらの画像ですね、ビセさんの公式のあれなんですけど、こことかに使ったものとかも載っていて、このやり方が書いてあるんですよ、このハウトゥーメイクっていうやり方が。なのでちょっとこれを見ながら真似しながらやっていきたいと思います。まずはこちら使います、ビセリシェラスティング UV ベースを使います。こちらがですね SPF50 です。お色はこんな感じのちょっとピンクっぽいですね。テクスチャーもちょっと緩めな感じです。すごい馴染みそうな、肌に馴染ませていきます。この辺に今塗ったんですけど、ツヤっぽくって、で、ちょっとお肌のトーンがワントーンアップするなっていう感じがします。こんな感じになります。で、実際塗ってみます。ちょっとピンクっぽい感じですね。これでもう夏の UV 対策はぴったりですね。こんな感じで結構白っぽい感じの、でも浮いたりとかもせず結構馴染んでくれてます、お肌に。テクスチャーすごいサラサラしてるのですごい塗りやすいです。お次にこちらを使います、ビセリシェヌーディーフィットリキッド OC410 番を使います。安室奈美恵さんが使ったのもこちらの410番だったので、同じお肌の色かって聞かれたらわからないんですけど、ちょっとね、一緒のものが使いたいじゃないですか、やっぱり、と思って買っちゃいました。出してみたんですけど、サラサラしてます。かなりカバー力はすごい良さそうですね。あ、これにしてよかったと思います。すごいカバー力がいい。今この辺に塗ったんですけど、結構カバー力が良さそうです。ちょっとね、ツヤっぽいですね、やっぱりどっちかっていうとすごいツヤっぽくて、先ほどのこのベース塗った後の映えそう、すごい。結構今薄付きに塗ったんですけど、薄付きでも かなりカバー力があるんですけど、でも塗った感っていうのはあんまり出ないですね。すごいナチュラルな付きって感じがします。おでこの方とかもそうですし、すごいナチュラルな付け心地っていう感じがします。日焼け止めとかいろいろ入ってるからすごいいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ではそしたら実際にですね、安室さんのメイクしてるのは多分新しく出たやつだと思うんです。カラーコントローラーピンク1番、グリーンか。グリーン2番を使ってたらしいんですが、なんですけど、これはちょっと、どうやって使うんだろうと思って。買わなかったので、これは飛ばします。で、次、アイカラー。これね、アイカラーは、ムーディーリッチアイズ、ベージュ8番って書いてあったので、こちらを買ってみました。可愛いんですよ。ハートだと思って、このパッケージが。すごい可愛いです。ブラシとチップがついてました。はい。まずはこちらですね、この A の部分、これが A と呼ばれているらしいのですが、 A の部分を上まぶた全体に伸ばします。上まぶた全体に伸ばし、結構ナチュラルなつきです。あんまりラメもギラギラしてなくて、細かいパールが入ってるかなって感じですね。お肌がワントーンアップするベージュだなっていう感じはします、印象です。で、全体的に今塗っていったら、 B を目頭から眉下にかけてぼかします。 B がこれ、こちらです。ちょっと白っぽい感じのものですね。これを
あまりこれはついてる感っていうのはそんなにはないです。このやり方はネットに書いてあります。塗った感じはそんなに変わらないちょっと明るくなったかなぐらいですね。はい、この C のブラウンの部分ですね、これを目の際に太く描き、下まぶたの目尻側の3分の1にも描きますらしいです。ということで私はチップを使います。目の際に太く描き、でそしたら目尻3分の1にも描くらしいので、こんな感じで描きます。つなげますね。逆も目の際に塗って、目尻3分の1にも入れました。はい、ブラウン入れていきました。そしたらこちらの D の濃いブラウンをですね、目の際とまた目尻3分の1の際に塗っていくらしいです。細めのブラシがいいんですけど、ちょっとこの作りが細めになっているのでここを使います。もしやりにくかったら細めのブラシを使ってやってみてください。結構安室ちゃんのイメージって目の際にブラウンだったりとか濃いめの何かを際に塗ってるなっていうイメージがすごいあります。で目の際に今塗ったら、目尻3分の1は際にも塗ります。逆も塗っていきます。はい、今目の際に塗っていきました。そしたらこちらですね、 E の部分、ベージュっぽい感じですね、これを目の涙袋の下に入れるらしいです。結構今回がっつりっていうよりもちょっとナチュラル志向な感じなアイシャドウの塗り方でした。お次に新しいアイライナーですね、こんなブラックとピンクを買ったんですけど、ビセリシェカラーインパクトリキッドライナーブラックの1番と、ビセリシェカラーインパクトリキッドライナーのピンクの840番です。結構やっぱりこの画像のイメージでもピンクのアイライナーっていうイメージが結構あるのでやってみます。これがにじまなくて上でオフできるみたいな感じのアイライナーだ。手に描いてみるとかなり細く描けますね。すんごい細く描ける。こういう感じで、ね、細いです。すごい描きやすそう。すごいアイライナーを二重に引くっていう発想が面白いですよね。やっぱりピンクもここに描いたんですけどこんな感じになります。手に描いたのでちょっと薄付きに見えますが、可愛いピンクですね。まずはブラックを入れるらしいです。少し長めに跳ね上げるように入れます。写真見ながらやったけど、これは気合いに入れます。こういう感じだな、きっとこういう感じだ。さっき手に塗った感じはそんなにブラック感ないかなって思ったんですけど、結構塗ってみたら黒感がありますね。写真を見ると結構際にがっつりブラックが入ってるイメージです。逆もやります。そんなにきつく跳ね上げるのではなく、ちょっと軽く跳ね上げるっていう感じがしますね。すごい描きやすくてスルスルって描けて描きやすいです。すごい目尻の部分のシュっていうラインがすごい描きやすかったです。結構乾かしてからピンクを塗りたいと思います。その間に眉毛を描いちゃいます。こちら眉尻、ちょっとこれはビセじゃないんですけど、眉尻はこちらを描きます。トニーモリーのオートアイブロウというものです。せっかくだから安室ちゃんっぽい感じの眉毛にしよう。眉毛の元の自体が違うからね。これを見るとね、この目尻ラインら辺まで眉毛は描いてるので、私も真似てみます、それを。私はもともと眉毛を長く作ってしまってるので、軽く真似ます。眉尻の方までささっと描いて、こんな感じですね、今眉尻描いたのは。そしたらパウダーはこちら、マキアージュを使います。ビセもこういう感じのね、が出てました。ね、アイライナー乾かしてる間に眉毛を描いちゃう時短テクですね。お眉毛もしっかり描いていきました。そしたらこちらビセのカラーリングアイブロウマスカラブラウンの1番、こちらも実際に安室ちゃんが使ってた眉マスカラっていうことだったので、これも塗っていきます。結構ある中だったら一番明るめのアイマスカラだったんじゃないかなって思いました。しっかり眉毛に H&M の
アムロちゃんとのコラボのやつは買えなかったので売り切れちゃって、結構並んだみたいですね、あれも。なのでちょっとね、甘かったなと思ったんですけど、自分が。なのでもうカラーアイライナーは絶対買ってやると思って、見てくださってる方がツイッターでコメントで教えてくれてたんですけど、うわもうこれは買うしかないと思って、もう16日に寄りました。眉マスカラをしていきました。結構いい色で私はすごい好きです。可愛い色。アムロちゃんと同じ眉毛の色って考えると嬉しい違うけどそしたらここが至難の技ですよ皆さん。黒の上にピンクのライナーを引くっていう、にじんできるかな、すごいな。やってみます。意外といけた。かわいい。ブラックの上にアイライナーを上から引くっていうのが新しい発想すぎて、かわいい。しかもこれにじまないのですごい塗りやすい。ブラックの上にピンクのアイライナーをのせてみました。こんな感じになります。そしたらですね、ソーズシャドウを入れたいと思います。ちょうど眉毛描いたものでちゃちゃっと入れていっちゃいます。ちょっと鼻は安室さんはすごい高いので入れていきます。はい、ではこちら MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペートを使います。ハイライトですね。鼻筋に入れます。ハイライトどこに入れてるかなとか画像を見ながら入れていきたいと思います。この辺にもささっと入れます。ちょっとちっちゃいのでやるところが本当そういうとこだよって感じなんですけど、入れてます。はい、でそしたらとりあえずマスカラとかを仕上げちゃいたいと思います。ビセじゃないんですけど、こちらファシオのパワフルカールマスカラロングを使っていきます。結構このマスカラも塗っただけですごい上がるのでお気に入りです。でもこのアイライナーの塗り方してもこれ安室ちゃんファンだって絶対すぐわかる。私だったらもうめっちゃわかる。もう喋りたくなっちゃう。安室ちゃんのファンの方ですかって言いたくなっちゃいます。当分はこのピンクを入れたいなと思います。はい、ではマスカラを塗っていきました。はい、ではそしたら二重作っていきます。使うのはこちらです。こちらです。 D アップのテープを使っていきます。こういう感じのテープです。今日はつけまなしで仕上げていこうと思います。このカラーアイライナーを邪魔しないようにカラーアイライナーの少し上目からつけていったら、シールなのでちょっともう2個つけちゃいます。はい、逆もつけます。カラーアイライナーの上にシュッとつけよう。ちょっと2つのプッシャーで押し上げます。ここは肝心だから押し上げます。しっかりとこんな感じに二重を作っていきました。はい、ではそしたらチークを使っていきます。使うのはこちらです。リセリシェポギーオンチークスブラウン301番を使っていきます。こちらが5月16日に出た限定のブラウンらしいです。ちょっとめっちゃ嬉しいことにこれブラシがついてるらしいです。こういう感じで、おーかわいい、しっかりしてる、すごい。パッケージかわいいな、やっぱリセはこういう感じのブラウンの色ですね。手にのせてみるとアイシャドウみたいな感じ、アイシャドウにも使えそう、すごい。ブラウンです、すごい可愛い。せっかくなのでブラシでつけてみようかと思います。で手にしっかりとシャシャシャっとなじませます。で頬のこの部分ですね、ちょっと高めの頬の位置に塗ります。色味を見て入れます。このブラウンっていうのがあんまり自分の中で買ったことがなかったのですごい嬉しい。変えて可愛い、このブラウンすごい可愛いブラウンです。こんな感じ、今この辺にささっと塗りました。いや嬉しい、ブラウンのチークってこんなに可愛いんですね。なんかすごい大人っぽい感じになれました。しかもこの使い勝手が良すぎて、下にブラシを収納できるので持ち運びにすごい便利だなと思いました。ブラシって結構持っていくの大変だなって思うと思うんですけど、この中に収納できちゃうのですごい楽です。最後にこちらリップを塗っていきます。ビセリシェマットリップラッカーピンク880番を使います。リップはこういう感じのマットリップです。この安室ちゃんが実際にこの画像で
使ってるオイルです。手に塗っていくと、こちらに塗ったんですけど、こんな感じのイメージになります。塗りやすい、すごいオレンジっぽい香りがしますね。結構大人っぽいベージュなカラーですね。すごい、手にものせてみても、口にのせてみたらこんな感じになります。結構マットな感じね、すごい可愛い。はい、ではこちらでメイク完成です。はい、ではメイクをしていきました。結構今日はね、マスカラだけだったんですけど、すごい燃えました。なんだろう、アムロちゃん効果かな。はい、すごい嬉しい。すごいリップの色とかも大人っぽくて、チークもブラウンだったので、すんごいもう大人のナチュラルメイクっていう感じの今日はメイクだったので、結構すごい使い勝手がいいメイクなんじゃないかなと思いました。でもその中でもこのアイライナーが二重になってたりするので、このピンクのアイライナーとかもちょっと遊び心もありつつ、ナチュラルなメイクもできるっていう感じで、すごいためになりました、私の中で。では今日はビセでアムロちゃんのあの画像のメイク法を真似てみてメイクをしてみました。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。